スピカには会ったんだよね。うん、うち
宙船にいたんだよね。ちょっと俺調べてくる。じゃあちょっとカタルと話してきていいかしら。うん。僕はギミーと話したいな。二人で話す？いいよ。イタラさん。どうだった？ごめんね遅くなって。実はね指紋を調べたら、ハッシュの指紋が出てきたの。ハッシュの。レーザーガンにハッシュの指紋がついてたの？ええ。そうなんだ。ハッシュがじゃあ触ったんだ。そうなの。おかしいな。でもそっか、ハッシュがじゃあ壊したのかな。ハッシュともしかしたらギミーがって可能性は。そうだよね。もしかしたら実はハッシュがすごく機械に詳しかったっていうことじゃなければ、そのああいう壊し方をすることってギミーに教えてもらわないとできないもんね。そうよね。そっか。そっか。でもさっきのシンのパジャマのこと。わかるわ、うん、あとこのことキラリには伝えてある。あ、そうなんだ、うん、話が食い違ってたり何か隠そうとしてたり、特にギミとかハッシュが気になる、実は私もちょっと気になってる。そうなの。どっちが気になってる？二人ともじゃないかなって。何か一人一人というよりは二人が一緒に隠してるような気がしてて。うん。ああ、ギミーに聞きたいことがあって。うん。手紙持ってる？シンの手紙？うん。持ってる。返してほしいか。ちなみにどういう手紙なのかが分かったら僕は返せるけど。ああ、それは言うことはできないな。ちなみにこの手紙を渡したい人がいるっていうことだよね。だとしたら僕はもうちょっと君に貢献できるんだけど。貢献、誰にかは言わなくていいんだけど、それは誰かに渡すために書いたってことだよね。あ、いや、そういう具体的なものではないよ。そうなんだ。うん、とにかく返してくれたら嬉しい。わかった。ありがとう。まあ君は思う人がいるわけではないの？僕はそれを誰にも言わないから。ああ、そうだね。今の僕じゃとても言えないかな。そうか。うん、ただその君の手紙を見て僕は自分には必要ないって思ったから、君にチャンスというか何か行動できるかもしれないと思って。ありがとう。もし何か告白をしたい人がいるなら、それを君が持っていたらいいと思うし、告白をしたくないのだったらもしその場で他の人にあげてもいいし。なるほど。ただ僕が持っている必要がないと思ったから。こんな、どうして優しくしてくれるの？だってその手紙を勝手に見て、僕が持っていても何も意味がないからね。僕のこと疑っているんじゃないの？疑っているよ。うん。でもそれとこれとはまた別だ。そうか。ちなみに、うん、君のこの寝巻きは何も関係がないんだよね、本当に。もし何か見たとか、何かがあったら教えてほしい。そうだね。スピーカーには合ってる。合ってる。うん。何か話した？いや、その時についたものとしか言えないから。そっか。スピーカーにはあったけど、具体的には言えないかな。そっか。わかった。ありがとう。これは誰にも言わない方がいい？その方が嬉しいけど。分かった。僕のこと疑うんだったら言っても
いよ。そうだね、うん、何か物語が収束しそうになったら、解決しそうになったら、うん、言えばいいかもね。それは君の権利だと思う。うん、ありがとう。うん、こちらこそ行こうか。キラリ、ただいま。おかえり。どうしたの？なんか、すごいの見ちゃった。すごいのって何？すごいの見つけちゃった。すごいのって何？なんか、シンの部屋を調べ、これ言っていいのかな？これ言っていいのかな？何？なんか、じゃあ内緒、内緒で一応内緒にしといてもらっていいか？うん、わかった。シンの部屋からマイヤが写ってる写真見つけちゃった。これは多分あのね、キミから聞いたんだけど、シンの部屋を調べたら、うん、ラブレターみたいなものが見つかったんだって。来た、これはそれなんだ。マジか、あいつ年上が好きだったんだな。でもマイヤ綺麗だしね。そうだな、まあ気持ちは分からなくはないけど、なんか気持ち分かるの？いや俺は年下が好きだよ。あ、そうなんだ。俺は年下が好き。あ、そっか。え、キラリはそのなんか好きな人とか？あ、特に興味ないんだ。あ、そっか、分かった。あ、そうか。あと一応新しいことが分かって、うん、ギミーの部屋も調べてきたんだけど、これが電気エネルギー源っていうの？これが見つかったんだよ。でもそれ何のやつだ？機械を動かすのに必要なんじゃないか。あ、だからロボットとか。ロボット、うん、まあ確かにそうか。あ、なんかここに一つで半日分って書いてある。なんかすごい使えそう。あれ何？半日分なんか心当たりでもあるの？なんかニーナの部屋にロボットがガーって来たね、こっからのやつな。そうそう、うんうん、で、そいつがもしこれで動いてたとしたら、ニーナが止まれって言ったのもこれだったのかもと思って。なるほど。え、ちょっと聞きたいことがある。どうしたの？聞きたいことっていうか、ギミーの部屋を調べた時に電気、なんかこれが見つかったんだけど、電気エネルギー源っていうの、うん、ええ、この電池みたいなのが見つかったんだけど、ここにね、一つで半日分って書いてあるんだよ。一つで半日分。そう、機械を動かすのに必要なものらしいんだけど、なんかニーナの部屋に、ええ、来たわ。ロボットが来て止まれって言った時に止まったんだろ。ええ、それがもし半日分が切れた時だったとしたら、だから勝手に止まったっていうのもあるかもって今思って。でもそしたら朝いなくなってたのはどうして？あ、そっか、これってレーザーガンに入ってたものじゃないのかな。レーザーガン違うのかな。動力源だよね、これも動力源だよね。確かに。でも壊されてたんでしょ。そっか、抜き取られてたわけじゃないのか。うん、あとちょっと、ただいま。あ、おかえり。ハッシュ、レーザーガン動力源がなくなっていたのよね。うーん、ちょっと先にみんなが集まってるから言っておきたいことがあって、うん、俺実は昨日宇宙船入ったんだよね。あ、そうなの？そう、そうなの？ちょっとマイヤに怒られるかなって思って言えなかったんだけど、実は宇宙船に昨日夜入って、でその時勝手に開いたんだよ、うん、スピーカーの。だから勝手に開いたから普通に入れたんだけど、それもちょっと気になってるんだけど、とりあえず話聞いてもらっていいか。うん、と操縦機の上にレーザーガンが置いてあって、多分俺に指紋がついてたこと聞きたいんだろう。そうね、それは俺が持ってかっこいいなって思って持っちゃったんだけど、危ないやつだと思ってまた戻したから、その時についたやつだと思う。なるほど。そうなんだ。レーザーガンはスピカのものだったってこと？多分そう。それでその後に確かその後にキラリを見て、うん、キラリとスピカが2人で話してるところを見て、でキラリが戻っての後に俺スピカと2人で話して、
うん、怒られると思ったんだけど、なんで勝手に入れたんだって驚いてて、うん、そう、それで明日大事な話があるって言われて、なんかそれで最後なんだけど。そうなんだ。ちょっと気になることがあるから調査してきてもいいかしら。うん、ハッシュはスピカの船開けに行った？開けに行ってない、勝手に開いた、ね、行ってみてほしいかも。あ、ということはさ、ハッシュはスピカの船に入れるんだ。入れるんだよ、うん、ただあ、さっき行ったんだ。行ったんだ。さっき、ごめん、ちょっと忘れてた、行ったんだけど、ただいま、入れなかった。なんだろう、昨日だけ入れた多分、うん、ハッシュがハッシュとして自分の本人認証ができたら入れるんだと思う。だと思うんだ。何かが、俺が何かすればいいのかな、わからない。それはと思ってね、今ハッシュの部屋にちょっと調査してみたんだけど、うん、ダンベルが出てきただけでちょっと私は分からなかった。ちょっとこれ、俺さ、パイロットを目指してるから筋トレしてんだ。鍛えた。トレーニングしてんだ。偉いね。ありがとう。だからそれだと思う。これ自分の情報というか自分が調べてきたことを隠す必要がないと思うから、みんなに提示するね。うんうん、その前にきちんと話してきたい。ああ、いいよ。その前にだな、メモの内容って何だった？ごめん。あ、メモの内容、あ、聞けてないと思ってて、キミと。ああ、うん、それがよくわからないんだけど、私たちの情報が書いてあったの。え、俺たちの情報？そう、名前とか故郷の星にいた時の住所とか家族の名前とかが書いてあったの。なるほど。それで自分たちに ID が付けられてて、 ID？ そう、全員に ID が付けられてたの。あれ、そのメモはどこから手に入れたんだっけ？これは私がもともと持ってて、もともとシンがくれて、で通信室にあった辞書を使って意味を当ててみたの。なるほど。もしかしたらこれ扱えるんじゃない？認証で。あ、うん、やってみる。ありがとう。挑戦してみて。一回ちょっと、もう一回行ってくる。うん、行ってらっしゃい。あとなんか星座図鑑みたいな話しなかった？忘れ物した。一応全部持っていく。行ってらっしゃい。僕星座図鑑持ってるよ。キラリ、その話、これキラリが必要かもしれない。どうなった、うん、あとは俺の記憶はある。俺の記憶はどこ？星座図鑑。ごめん、ダメだった。ダメか。ダメか。ダメなんだ。ちなみに、ああいいよ、先。いや、ちょっとだけ二人で話したいんだけど、いいかしら？いいよ、その後シンと話しても。ああ、いいよ。ごめん、そっか。あ、でもごめんね、リミ、今何か言いたいことあったのよね。ニーナにこれを渡しておきたいなって思って。あ、わかったわ。楽譜なんだけど、マイヤが歌う子守唄はニーナが楽譜に書き出したもの。そうなの？これはニーナのものだと思うから、渡しておくね。聞いてみたい。恥ずかしいわ。やっぱり何か船、楽、道具があるんじゃないのかな。例えば、私何か調べてくる。うん、うん、私も行ってきていいかしら。うん、うん、どうしよう。船について何か記されてるの？顔認証とカードが必要、どっちかが必要って、ね、顔認証がなんでできなくなってるの？ちょっと、俺もう一回調べてくるわ。うん、うん、うん、僕も調べてくるね。うん、じゃあ、お互いに知っている情報を話してみる？あ、調べてきた？どうだった？ちょっと私じゃ分からなかったわ。何か誰かが見たら分かるかもしれないから提示していく？そうね。うん、もしかしたら私ちょっと分からないのかもしれない。うん、僕が持ってるのは真の寝巻き、あとカタルの捨てられたメモ、うん、あとはカタルのプロット。まあ、あんまり必要がないかなっていう。たくさん見られてて恥ずかしい。あ、じゃあ俺もカタルが持ってるものちょっと一応出す。すごくカタル見られてるわね。恥ずかしい。絵本。うん、でもこれすごいんだぞ。手書きの文字があって、あ、そうだね。一つのロボットを心を込めて作る物語だった。そう、大切なものなの。あなたの宝物になりますようにって手書きで書いてある。素敵。すごいな、カタル。ニーナ、カタルの絵本ちょっと見てもらってもいい？あ、もしかしたら何かわかるかも。わからないかな。ちょっと調べてみてくれば。うん、お願い。
あと他に何か分かるものある？参考になるか分からないんだけど、ハッシュのこれ大切なものだと思うんだ。お守り。お守り。それ父さんがくれたやつ。おはよう。あ、おかえり。ハッシュのものっていうこと？うん、じゃあこれハッシュが持ってたらいいんじゃない？あ、僕いい？それは、うん、はい、もう一回行ってくるわ。あ、行ってらっしゃい。いいね。チャレンジが多くて、うん、あのね、うん、子守歌と絵本ってカタルのお母さん、絵本はカタルのお母さんのものでしたっけ？絵本はカタルのお母さんのもの、うん、そう、そうなんだ。実はね、うん、あのマイヤの子守歌、カタルのお母さんが作ったらしいの。そうなんだ。そうなんだ。カタルのお母さんが、どういうこと？マイヤがね、カタルのお父さんお母さんにすごくお世話になったんだって。そうなんだ。私が今ちょっと調べたことではおめでた展開だったの。何？開いた！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 お守りだったんだ。ということは探しに行こうか。みんな、ね、宇宙船の中を探しに行こうか。行ける。誰か行ける人行ってきてもらって。あ、でもハッシュがまず行くべきじゃない？そうだ、まあ、もう調べたんだ。調べた、調べ尽くした。他に調べてない人はいけない。私調べてないわ。一回も調べてない。あ、行ってきてもらってもいい？僕もまだ調べてないこと。じゃあ私たち3人が行ってくるわね。次、うん、その後話したい、2人で。ごめん、そうだね、うん、ずっと離れちゃってる。カタルは他に何か情報ない？あとはこれもハッシュのものなんだけど。ああ、ごめん、これも大事なものだよね、多分。何？パイロットの本。そう、これ調べて勉強してんだ。でもさっき言ってた本とは違うの？さっき言ってた本？ただいま。本がいるって。おかえり。あ、それは違う。そうなんだ。大丈夫。開いた？うん。なんかね、飛行記録があったよ。だから惑星について何か。通信記録と飛行記録か。じゃあやっぱり生産時間と飛行記録で何か分かることがあるんじゃないかな。確かにそうかも。うん、あ、みんなに伝えたいんだけど、うん、犬型のロボットが出てきたの。あ、どこにいた？どこに行ったの？スピカの船から。あ、そうなんだ。ちょっと見せてもらってもいい？ ありがとう。なるほど。船の周りを歩き回ってた。スピカのだ。スピカさんもいい？うん。犬型のロボット。これは、みんなが疑問に思っていたと思うから言うんだけど、実は僕が作ったんだ。あ、そうなんだ。やっと言える。ただそのみんなに完成してから言いたかったから、ただずっと探し回っていたり、今日の今朝ニーナが起こしてくれるまで行けなかったのはこのロボットを探していたからなんだ。なるほど。そうか、遅れちゃったの。だからこれは僕がもらってもいい？大切な探してたものって それだったの。よかった。ちなみに俺もそのこと知ってて、あ、ちょっと男の約束で黙ってたんだよな。そうなんだね。そっか。だからこれは僕が回収するね。じゃあ、うん、レーザーガンを壊したのもハッシュなの？いや違う、持ってかっこいいなって思って持って、そのまま危ないだろうと思って戻した。そうだよね。そしてここから持ち出されたんだよね、その後に。そうで壊されたっていうことだよね。そうだね。ちょっと調べ物をしてきてもいいかな？ええ、うん、なんかスピカの船を調べたら、うん、パイロット証が出てきたんだ。これをパイロット証、何か分かることがある人は。ね、分からないわ。ハッシュの中に何か手がかりになるのもないかな。あ、ちょっと俺が持ってた方がいいものかもしれない。うん、うん、ありがとう。はい、調べてきたよ。調べてくる。ね、誰か、ね、クライアの子守歌について何か知らないかしら。子守歌について。分からない。分からないな。そう、ね、シン、これ調べてきてもいいかな？あ、いいんじゃないか。うん、行ってくる。私もちょっと調べてくる。うん、エネルギー源の話あったよね。あ、そう、それが聞きたかったの。なくなってるっていう。なくなってるの。それこれは物理的に抜かれてるってこと？ええ、僕が作ったロコのせいだ、きっと。お、どういうこと？今調べてきたら犬型のロボット
僕が作った状態だとエネルギー源がそんなに作られたものじゃなくてしっかりしたものじゃなくて、半日も放っておくとエネルギーが切れて動かなくなっちゃうんだけど、ロコはまだ歩き回っていたんだ。でもそのハッシュの部屋から見つか、ハッシュが見つけたって言ってなかったっけ。見つけたって、ギミーの部屋から。今ロコのエネルギー源が満タンなんだ。で満タン、口の周りに細かいガラス片がついていたから、おそらくロコが食べたんだと思う。そのエネルギー源の状態はわかる。いや、必要な源一つで半日分っていうのだけ見たけど、メモで。レーザーガンを食べたってこと？レーザーガンのエネルギー源を食べたんだと思う。ガラス片が割れていたって。そう、うん、そういうことか。でガラス片が口についていたからロコのせいだ。何のためだったか。賢いね。あ、じゃあレーザーガンじゃないってことか。そうね。死因は違うのね。スピカさんの船調べてきたんだけど、うん、通信記録が映し出されてたの。通信記録、何か分かることあるかな。誰か言葉が分かる人いなかったっけ。言葉が分かるのはキラリじゃなかった。図鑑みたいな。ハッシュが、ハッシュに渡したからハッシュが持ってるから。キラリが調べてきたことは何だった。なんかスピカがなんか2日前に飛んでいた位置とか星座の図鑑に書き込まれてる印の位置とかが一致してるよって。なるほど。2日前に飛んでいた位置、よくわかんないな。これか。うん、はい、うん、返す。ありがとう。これと一緒にもう一度調べてそれって、うん、だって星座図鑑のチェックしてたのってキラリだよね。そうだね。そこにスピカさんが2日前にいたっていうことだよね。うん、うん、どういうこと。どういうこと。ああ、そういうことか。どういうこと。キラリとスピカさんが通信をしていったってこと。キラリは通信室に。わかんない、たまたまかもしれない。通信室にいたの。たまたま、たまたま、過去にいたことはある。たまたまだよ。たまたま、本当にたまたま。ちょっと調べてくるね。まあ、じゃあ違う話をしよう。そうね。さっきのロコの話だけど、ロコはマイヤによく懐いて足元にすり寄ってたみたいなんだ。なんかちょっと変だなって思ったのは、ロコがそのエネルギー源のところっていうことはスピカさんが死んだところっていうことだよね。死んだすぐ近くにエネルギー源が落ちていたんだよね。ということはそこにマイヤがいてもおかしくないなって。匂いがついてたって。まあただこれは情報だからね。わからないの。そうね。エネルギー源、そのロコはなんかエネルギー源を探知する能力とかがあった、うん、純粋に食べ物を求めているからね。そうか、他には分からないな。ちょっとシンと話したい。行こうか、ごめん、遅くなった。私もキラリとちょっと話してもいいかしら。うん、よいしょ。ちょっとこれはみんなの前じゃ言っちゃダメかなって思ったから言うんだけど、シンの部屋でマイヤが写ってる写真見つけちゃった。ああ、うん。で、誰かからちょっと忘れたけど、ラブレターも出てきたみたいな。まあ一応ちょっと大事なものだろうから渡すわ。まあ、これは僕のものじゃないんだけど、一応もらっとくよ。そう、うん、この話だった。この話ありがとう。え、本当に真のじゃないの。うん、僕のじゃないよ。本当に、うん、もうここは男同士の秘密でさ。僕のじゃないよ。本当に、うん、本当に戻ろうか。本当にシン、ねえシン、何キラリ、心の準備できた？うん、ごめん、まだできない。そっか。ねえ、スピカさんと実は会ってたの？あってはないんだ。あってはないけど存在は知ってた。存在というか、スピカさんの存在かどうかは分かんないけど、何かがあるっていうのは。そっか。今キラリはどう思ってる？実はさっき調べたんだけど、後でみんなにも言うんだけど、
通信記録の内容がね、うん、そのなんていうか生きている人間6人を発見してる、至急救助を要請する、了解、近隣で迎える船に連絡を取ります、エラーを起こしたロボット1体が妨害、やむを得ないため破壊する。え、だから多分スピカさんは悪い人なんかじゃなくて、私たちを助けようとしてくれていて、マイヤさんと面識があったんじゃ。ああ、なるほど。そう、多分マイヤともともと面識というか、多分そういう連絡を取り合ってて、で、ロボットが邪魔をして失敗しちゃった。そのロボットって何かしら。犬型のロボットかな、になるのかしらね。でもちょっとこれだけじゃわからないわね。みんなに聞いてみるべきかもしれない。ええ、うん、ただ、うん、そうね、私がわかることはそれだけかな。うん、子守唄については何も知らないわよね。うん、わからない。ありがとう。うん、2人で話したいこともある。あ、ほんと、うん、いいよ、今話す。ニーナのことなんだけど、うん、あんまり今まで気がつかなかったんだけど、ニーナの腕にあざがあるなって、そういえば気がついたの。そうなんだ、知らなかった。なんだろう、いつついたのかわからないんだけど、うん、何か衝撃が入ったってことだよね。ああ、なるほど、最近何か怪我をしたっていうこと。うん、でも、ロコちゃんがニーナの部屋で、あの、動き回ったんだよね。もしかしたらその拍子にどこか撃っちゃったのかなとも思ったんだけど、何か別の要因もあるのかなって。確かに。でも、あの死体の首はニーナが素手で戦えるようなものじゃないから。そうだね、結局何でそうなってしまったのかが。それニーナには聞いた？聞いてない。そうか、キラリなら何か知っているかもしれないよ。本当？そっか、わからない、普通に兄弟だから知っているかな。そうだね、うん、ただ最近ついたものだったら怪しいね。うん、何か分かった？別にシンと仲良くなってきた。あら、なってないよ。うん、あのシンに大事なものを返したんだ。なってないよ。うん、なってない。そっか、そう、うん、で、何か情報あった？あ、本当に何も進展しなかった。ちょっと長い、本当に仲良くなっただけだったけど、ちょっと俺が持ってるものが多すぎるから。あ、そうだね、テーブルに置いていい？いいよ、整理しようか。まずギミーの部屋から出てきた電気エネルギーでしょ、うん、忘れ物だそう。で、ギミーの部屋にあったロボット工学の参考書、うん、これで、ここになんか三原則が書いてあって、うん、三原則、そう、そのロボットの主に設定される人物が永久停止命令をしなくてはならないって書いてある。なるほど。そう、だからこれができる人物を知りたいって思っていて。難しい参考書。ただこれは僕が持っている工学の参考書だから。今はね、あのハッシュが持ってるものを整理してたの。そう、ちょっと荷物が多すぎて行きたくなった。でちょっとカタルと喋りたいかも。うん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。後で聞く。じゃあちょっと他のも、キラリの部屋から見つけた天体望遠鏡でしょ。うんうん、ごめん、大した話じゃないんだけど、うん、これカタルのものだから返そうかなって。あ、探してたりした？うん、探してはいないんだけど、ありがとう。ごめん、本当にそれだけなんだ、うん、なんか知られたくないこととかだったらあるかなと思った、うんうん、大丈夫。そっか、うん、それだけ。うん、シーンは何か、うん、うん、何かあった？何か、うん、っていうと、例えば昨日の夜は食堂の前で会ったと思うんだけど、うん、その後って何してたの？だから言った通り外にいたよ。
外で、そっか、うん、散歩してただけど、散歩してたんだよね、うん、ちょっと転んじゃったけど、そっか、ちょっと分かるか分かんないんだけど、うん、最近気がついたんだけど、ニーナの腕にあざがあったの。うん、でもそんなに大したことじゃないかなって思ったんだけど、あざ、うん、何か分かることあるかな。なんかニーナの部屋を調べた時に、うん、なんか帰りたくないって、帰りたくない、私は帰りたくないって日記に書いてあって、何か不安なことがあるみたい。聞いてみようか、戻って。聞いても大丈夫なのかな。あー、まあ、確かに。でも聞いてみないと始まらないもんね、うん、何か不安なことがあるなら。分かった、ね、僕たちも解決できるなら、うん、このパイロット証のことを調べてたら、うん、とまずパイロット証がコードネームスピカって書いてあって、でもスピカは本名じゃないらしい。そっか、本名の記載がなくて ID 番号が書かれてる。うん、 ID 番号。そうで、それで思い出したんだけど、うん、父さんの所属するパイロットチームのメンバーみんな星の名前が付けられてて、父さんのコードネームはシリウスだった。うん、そうで、仲のいい部下にスピカって名前を持つパイロットがいたはずだったなって思い出したんだよ。じゃあもしかして お父さんの知り合いかもしれないってことよね。そう、なるほど。そう、これが今俺が持ってる情報。そっか、そっか。ね、さっきその通信室のやつを調べたんだけど、うん、辞書を使って内容を解読したら、生存してる人間6名を発見、至急救助を要請する、領海近隣で迎える船に連絡を取ります、エラーを起こしたロボット1体が妨害、やむを得ないため破壊するって。エラーを起こしたロボットが1体妨害、やむを得ないため破壊する。あの、俺ちょっと思ったんだけど、 ID が俺たちに付けられてるって、誰かにロボットがいるとか。あ、そうだよね、ちょっと待って、生存している人間6名とエラーを起こしたロボット1体。うん、だってマイヤー入れたら7人。ああ、マイヤーを入れたら7人。マイヤーはロボットってこと。それか、僕たちの中に誰かがロボットがいるんじゃない？の可能性もあるってことね。そう、まあ、とにかく僕たち6人とマイヤーの中に人間6人とロボットが1体いるってこと。どういうこと、何の話。今あのね、その通信記録を調べたんだけど、生存している人間6名を発見、至急救助を要請する、領海近隣で迎える船に連絡を取ります、エラーを起こしたロボット1体が妨害、燃えないため破壊するって。送信先は私たちの故郷の星みたいなの。6人。そう、だからマイヤを入れて7人でしょ。そうだね、だから1人だけロボットが私たちの中に混じってるっていう。そんなことあるの。もうこれみんなが持ってる情報を全部見せた方がよくないか。そうだ ね、 そうね。なんかニーナに聞きたいことがあって、あ、言っていいかな、カタル。あ、うん、いいかな、うん、なんか不安なことがあるの。何か心配事がある。あ、うん、ないとは言えないかな。言いづらい。うん、そうか、なんか悩んでるみたいな。そうね、でも今言うべきじゃないのかなって思って。そうか、分かった、それだけ、ごめん。そっか、ごめん。もしもしかしたら分からないけど、今聞いた話で少し判断材料になるのかな。シンの部屋からネジが出てきたんだよね。ネジ、ネジ。なるほど。最初はギミの何かかなって思ったんだけど、シンが一番わかんないんだよ。だから言ってほしい。何を。そのさっき、まあさっき俺が個人的に聞いたことはまあ言わなくてもいいかもしれないけど、このネジは何に使ったの。うん、何に使ったの。そのネジは拾ったものだよ。どこで拾ったの。外。外か。散歩してた時。うん、なるほど。どこに落ちてたか分かるの。
どこに外だね。外の外のとか。ほら、スピカさんの船とかあったわけじゃん。外に。あ、僕はね、船には行ってない。じゃあ船の近くとかで拾ったわけじゃない、ね。うん、行ってない。家の周りを歩いてただけ。ちなみにさっきの話に戻るんだけど、ええ、人間6人と1体のロボットということは私たちの誰かにいるということで、本当に首の骨がぐちゃぐちゃに折れていたということは、その1体のロボットがスピカさんを殺したっていうことで合ってるのかな。そう、ね、しっくりきてしまう。わからないね。ちょっとこのなんだどれだっけ、さっきこれだ、ロボット工学の参考書の三原則で、ロボット1体に対して永久停止命令って、これもしかしたら俺たちの仲間の誰かを停止させることができるかもしれないってことだよね。そんなことして、でもこれ誰が言わなきゃいけないのかが分かんなくて。確かにこれでも僕の工学の参考書だから僕が持っていてもいいんじゃないかな。ちょっとでも私にも見せてもらってもいい？うん、主に設定されている人が言わなきゃいけないんだよね。そう、確かに。スクローか、自分で設定したのかどうかがわからない、うんうん、そうね。ギミはギミが作ったのは犬だよね。そう、うん、ねえ、でもこの参考書、人間に危害を加えてはならないって書いてあるけど、え、うん、うん、そうだね、ロボット三原則。そっか、そっか、ギミが、そうだよね。でもロボット工学って、でもこれギミがよく読んでるロボット工学の参考書だから、ロボットを作ってる人みんなも読んでるかもしれないんだよね。そうだね、そうだね。そしたら人間に危害を加えてはならないロボットを作るのかな。あ、人間に危害を加えるロボットを作るのかな。ちょっと読んでいい？他に何か知っているものはない？この話は、そのロボットを作る上での心得みたいな。それを破ったってこと？それを破ったら、永久停止命令をしないといけないということ。暴走したらってこと？そうね、きっとだと思うよ。じゃあそれを止められる人に渡してくれ。これは停止をさせるってこと？暴れたら。キラリの通信室の周りの話は何かあった？言いたくないことがあるの？うん、なるほど。1個ニーナに聞きたいんだけど、ニーナの腕にあざがあるのは見ちゃったな。誰かと揉めたりした？それ言いたくないことにちょっとつながるんだけど、そっか、言うね。全然関係ないだ、今回に関しては。みんなより記憶があるって言ったよね。うんうん、両親につけられたあざなんだよね。あ、そういうことか。そっか、前の星にいた両親ってこと？そう、だからちょっと帰りたくないなって。そうなんだ。ちょっとごめんね、ごめん、暗い話をさせて、うん、ちょっと調べてくる。うん、うんうん、何かみんな見落としてる情報とかないか、もう一度確認した方がいいか。何か、でもごめん、なんかロボット探しをすることが正解なのかは分からないけど、ニーナは違うんじゃないかな。違うと思う。うん、それはどうして？だってあざが、過去の話があるから。わざわざあざのあるロボットを作るの？ニーナがやるとしたら、スピカさんが私たちを元いた星に連れて帰ろうとして、うん、それがニーナが嫌で、ニーナがやった。それはあるね。全然ある。ニーナは帰りたくないんだ、うん、ただ私はスピカさんを殺してない。うん、スピカを殺してないから。キラリは知ってたの？何を？キラリには言ってない、うん、そっか、そっか。キラリはだって、ここに来たの？でももう一つ考えられるとしたら、ロコちゃんが何に反応してあの銃を食べたのかは分からないけど、うんうん、そういった機械の動力源に反応しているのであれば、ニーナの部屋に入った時に
ニーナに噛みついたりするんじゃない。なるほど、確かに。でも噛みつかれてはいない。動力源だから。部屋が荒れているっていうことは、うん、ありそうだから暴れたんじゃないの。ご飯の匂いがしたんじゃない。そうなのか。多分その動力源に近づきたかっただけで。ロコ、あ、びっくりした。どうしたの。何、どうした。ハッシュ、スピカの正体が分かっちゃった、うん、何、お父さんだった。え、だから俺は絶対許さない、犯人を。もし犯人が見つかってその犯人を救おうとする人がいたら、ハッシュ、俺絶対そいつのこと襲っちゃうかもしれない、強制的に。だからみんな救わないでほしい。こん中に犯人がいたら見つけよう。ちゃんともっとみんなで情報を照らし合わせましょう。その情報見てもいい、みんなで見て大丈夫。ダメダメ、なんか見ていいものが、教えてくれるものがあるならこれ。なるほど、パイロット証と、まあ、情報、受信者の詳細が、まあ、父親だったと。早く見つけようよ。大丈夫、ちゃんと見つけよう、見つけよう。早くみんな情報出して。でも私が持っているのは、いいよ、みんな全部出してよ。わかる、分かった、出そう、ハッシュの気持ちは分かるけど、さっきのニーナの話が終わってない。何、そっか、ハッシュいなかったんです。あざ、ニーナはロボットなんじゃないかっていう話。何それ。ロコちゃんが動力源に反応して銃に噛みついたんだったら、ニーナの部屋に入ったのは動力源があるからなんじゃないかって。でも噛みつかれてはないんだよね。噛みつかれてない。うん、それによって傷はないんだよね。ない。だから逆に私は違うロボットじゃないよ。私はニーナが犯人じゃないと。お姉ちゃんはロボットじゃないもん。ニーナがロボットなの。ニーナがロボットじゃないと思う。違う違う、ロコが噛みついたのはエネルギー源だから。死んでるから。私も違うと思う。もういいわ。話し合いをやめてちょうだい。これ以上みんなで話し合っても意味がないわ。でも結論は出さなきゃ気が済まないんでしょ。分かった。これからは一人ずつ話を聞かせてもらえる。あなたたちがそれぞれ何を思っているのか順番に聞かせてちょうだい。落ち着いたら席に座って。大丈夫。じゃあ今それぞれがどう考えているのか一人ずつ話を聞かせてちょうだい。特に誰からってこともないわ。話したい人がいるならその人から話をしてほしい。じゃあここは私が話すね。私はロボットじゃない。それにスピカもやってない。本当に
探さなきゃいけないのかなって気持ちになってる。正直これだけ見ても私は誰が犯人だなんてわからない。だけど自分の心に正直に言うとちょっとだけ死んじゃないかなって思ってる。何が根拠かっていうわけじゃないんだけど、ごめん、これ以上はちょっと思いつかないや。僕が喋ろう。じゃあ、キラリが通信室に出入りしていたんじゃないかっていうこととか、その姉のニーナの部屋が荒れていることとか、ギミーが言ってた噛みつかれていないことは確かにわかる、だからロボットじゃないということもわかる。だけどニーナなんじゃないかと僕は思う。僕のことが怪しいのはわかる、隠してることもある。僕のこの判断が正しいのかはちょっとわからないけど、僕はニーナを疑っている。帰りたくないという動機も分かってしまったしっていう感じ。以上。じゃあ俺が言うけど、なんでみんな言ってくれないの。全部なんか隠してるみたいだけど、俺父さん殺されたんだよ。でも今までみんなと一緒にいた時間の方も大事だったし、この中に犯人がいるって思いたくないけど、でも俺はその犯人を守る奴がいたら、ニーナだと思っちゃうけどね。噛まれてないのはそうかもしれないよ。いいかな。まずニーナじゃないと思う。僕はロボットのことが大好きで、ロボットのことをすごくすごく信用していて、自分が作ったロコのこともすごく信用している。だからニーナのことを噛まなかったということは、そのロコの行動を信用してあげたいって思うから、ニーナがロボットじゃないんだと思う。スピカを殺したのはロボットっていうのは間違いないと思うから、だからロコを見つけた時に知り得た情報の一つに、ロコがエネルギー源を食べたその場所が死体の近くにあったこと、そしてロコはマイヤにすごく懐いていたこと、それが僕はどうしても離れなくって、だからロコがエネルギー源を食べたところといた人物っていうのはマイヤなんじゃないかなって。だから僕たち6人の中にはいない、信用していたマイヤなんじゃないかなって僕は思う。カタルかキラル、私はわからないけど、お姉ちゃんは絶対にロボットじゃない。ずっと一緒にいて絶対ロボットじゃないんだよ。だからお姉ちゃんのことを疑わないでほしい。ハッシュがお父さんが死んじゃったのは私は全部は理解しきれないぐらい苦しいのかもしれない。でもお姉ちゃんじゃない、意味でもないと思っているし、
お姉ちゃんでもないと思ってるし、もちろんハッシュでもないと思ってるんだ。もしこの中にロボットがいるのであれば、シンカカタルなんじゃないかって。でも、わからない。たださっき君の言ってたロコの行動が、もしマイアに懐いている理由がエネルギーがあるからなんだとしたら、マイアなんじゃないかなって思ってしまった。マイアのことは大好きだし信用してるけど、私はこの6人の中に犯人がいないって信じたいよ。カタルは？私もみんなを疑いたくないし、でもハッシュの気持ちもわかる。ニーナはロボットじゃないと思う。ニーナはロボットじゃない。でも疑いたくないけど、シンの部屋にネジが落ちてたのは、ギミが置いたんじゃないかなってちょっと思っちゃった。わかんないけど、でもマイアのことも疑いたくないんだ。キミ、機械が好きって言ってたけど、本当は自分が機械だから、それを隠したかったのかな。でもそんなこと思いたくないんだ。でも芯が違うと思うもん。芯の部屋からパジョンを見つけて芯を疑うようにしたようにも見えてしまった。マイアは私たちを必死に守ってくれてるだけなんだと思う。でもキミは、もしスピカさんと争ってしまったのだとしても、それは私たちのためにやってくれたことだったんじゃないかなって信じてるよ。みんなの考え聞かせてもらったわ。まずみんなに謝らないといけないわ。結論なんて出なければいいと思っていた。たどり着けなければいいと思っていた。たどり着かないとも思っていた。だけど結論を求めてあなたたちがここまで傷つくことになるなんて思っていなかった。
から分かっていることを伝えていればよかった。残された時間も限られてる。本当のことを私が話す。私は私が人を殺めてしまった。嘘だ。キミの考えてる通りよ。違うよ、僕がやったんだよ。いい、みんな聞いてちょうだい。スピカの船の通信記録を見たわ。今晩迎えの船が来る。だけどこの星の外に出ることは危険だと私は考えてる。私はこの場所をあなたたちを守らなくてはならないの。たとえ自らの命が危険にさらされても、誰かの命を奪ってでも、私の決意は揺るぎない。ただ今晩やってくる船はおそらくスピカが乗ってきたものよりももっと大きなもの、やってくる人間の数も多いでしょう。最善は尽くすけれど、私一人ではもうあなたたちを守れないかもしれない。みんなで過ごせるのも今日が最後になってしまうかもしれないの。黙っていて本当にごめんなさい。そう言うとマイヤは失意に沈み込んでしまった。もうすぐ迎えの船が来る。しかしそれを迎え入れるのは危険だというのだ。だがそれを逃れる手段はない。子供たちに残された道は何かあるのだろうか。残りわずかな時間、あなた方はどう過ごしますか。救われる道は果たしてあるのでしょうか。6人全員で話し合い、最善の答えを導き出してください。治ればいいんだよ。そうだよ、治ればいいんだ。そしたら治せる。これはマイヤを壊すよ。